と今回もサブスク限定のディスコサーバーありますが、カモコちゃんが配信中に通話窓にいるとかありなんですが、確かにね、私はあの一応サブスクライバー限定のディスコードサーバーがあって、そこに結構人入ってきてくださってるんですけど、私何もしてないんで、なんだろう、そこで、なんだろうな、そこで通話とかしてもらうのは全然いいんじゃないかなって今思いましたけど、そうだな、サブスク限定ボイスチャンネルみたいなの作っときゃいいのか、どうやって作るんだっけ、プライベートチャンネル、サブスク限定スイッチサブスクライバーをロールに入れて、えい、一応作るだけ作って、まあ、ただね、このあのボイチャにね、俺が入ってないんで何の話をしてるか俺は聞くことはできないんですけど、まあ、入ればいいんですけどね。ただね、配信に乗っちゃうとあれなんで、自分で、なんだろうな、まあ、イヤホンとかで聞けば多分いいんでしょうけど、ちなみに俺の配信って、普通のストリーマーってよくヘッドホンとかでやってると思うんですけど、なんとね、ヘッドホンとかやってないんですよ。普通にスピーカーから音出してやってるんで、外で音が鳴るとね、普通に拾っちゃいます。まあ、それがいいなと思ってやっております。はい。という感じで、一応ね、チャンネルは作ったんですけど、で、自由に使ってもらって大丈夫です。どっかでそういう、なんかチャットじゃないけど、話す枠もやりたいんだよな、正直。はい。とりあえずそんな感じです。お便りいただきありがとうございます。